レースは50周を終えたところで、トップは鈴木敏夫選手のカルソニックスカイライン、2番手13秒差で長谷見選手のリーボックスカイライン、3番手は周回遅れでトランピオシェラ、4番手争いは FET フォードシェラと清水シェラ。そして6番手にシティライフシェラ、7番手にフォードシェラ RS コスワースの和田隆夫選手。マシンのドライビングテクニックとメカニックを覗いてみよう。ゼブラゾーンを目いっぱい利用し、コンマ1秒でも早くコーナーを回ろうとする極限のドライビング。しかしそれは危険とも常に隣り合わせだ。土屋圭一選手は去年のこのレース SP コーナーでゼブラゾーンを乗り越え下回りを打ちリタイアしている。グループ A マシンの U シェラにはイギリスフォードの右ハンドルと西ドイツフォードの左ハンドルがある。スカイライン GTR に装備されたアクティブトルクスプリット 4WD、 コーナリングスピード、コーナーの脱出スピードは FF、FR より明らかに速い。またレース中はトルクスプリットを前3、後ろ7程度の比率にしているようだが、星野選手の言葉通り企業秘密。またコースアウトした際などスイッチによって緊急脱出用の比率に変えることができる。レースは終盤を迎え、トップはぶっちぎりでカルソニックスカイライン、2番手も同じく GTR のリーボックスカイライン、3番手は周回遅れでトランピオシェラ、4番手は2周遅れで FET フォードシェラ。そして5番手は清水シェラ。 GTR の速さは驚異的というしかない。61周目、シティライフシェラがピットイン。フロントのハブを止めているブラケットが折れたのだ。修理に時間を費やすが、結局リタイアとなってしまった。トップ独走のカルソニックスカイライン GTR、 シェラ勢では健闘する3番手トランピオシェラ、いつの間にか2クラストップを行くビーイング毛ガニレーシング M3、 6位を走行する和田隆夫のフォードシェラ RS コスワース、トップカルソニックスカイラインとの差は30秒弱。そして最終コーナーを立ち上がり、今チェッカー GTR ワンツーフィニッシュ。和田土屋組は6位入賞、草壁チームは見事2クラス優勝を果たした。これで2連勝ですが、なんたってセカンドドライバーいいからね、もう僕が仕事しなくてもこれ十分だ。今日のレース振り返ってみてどうでした？今日のレース最初ね、オイルのあれでちょっとしんどくなったからね、だから11秒ぐらいあったのが一挙に、6秒ぐらいまで詰められたでしょ。あの辺がちょっと苦しかったね。敏夫さんどうでした？楽勝でした。タイヤも車も全然問題なかったから、だからこの後のレースも楽しみにしておりますんで、だからもうこれで経験つけて、なんかトラブルなかったら全部行きたいね。このコンビがいいんじゃないか。どうも。クラス優勝。クラス優勝やりましたね。どうでした今日のレース？晴れたから、まあ、なんとか晴れればなんとか行くんじゃないかと思ったんですけど、一番上行くとはちょっと2番手か3番手かなと思ってたんですけどね。予選を見ると一番上行くとは思いませんでしたもんね。すいません、全て私が悪いです。とにかくおめでとうございます。ありがとうございます。とっても嬉しい。
GTR の速さばかりが目立つ今シーズンのグループ A だが、シェラ勢の巻き返しも必至。ストップザ GTR グループ A 第3戦、鈴鹿は見逃せない。次回のモーターランドは、今年から始まったグループ N クラス富士ツーリングカー6時間レースの模様をお届けします。どうぞお楽しみに。